Um, for the next uh, half an hour, um, we're going to discuss about the future of our uh, destination experiences, and so the local tours, attractions, and activities—one uh, of uh, one of the hottest uh, spaces in in travel now. So uh, uh, joining me is the uh, Takaki Umezawa, Chairperson CIC Japan, Japan Chairman R, R Carney. Um, please uh, come on the stage. Uh, wherever you want. So, uh, and Wataru Hutagi, president and CEO of Beltra. futagi san, please. Um, then, uh, Tomohisa Yamano, founder and CEO of Inc. Welcome. So, uh, um, okay, so. I'm going to moderate this panel、uh, in Japanese. <laughs> 英語だよ。<laughs> no, 山野さんだけ英語でもいいよ。No, <thank> <laughs> ということで、えー、とじゃあいきましょう。あのね、えー、まず、この旅中のこの領域ですよね、旅中のこの領域にあの特化しているこのリサーチとかメディアを手がけている。 あのアメリカのアライバルと、2人は多分よく知ってると思うんですけど、えー、のあのダグラス・クインビーとこの前、ちょっとあの話す機会があったんですけど、まあ、いろんな面白いこと言ってたんですけども、一つ言ってたのは、2017年以降、世界では61のスタートアップ企業が、この分野でね、合計で2.4ビリオン、US ドル、2700億円ぐらいですかね、多分、もの資金を調達したっていうデータがあると。 ということで、やっぱりこの分野すごい注目の分野なんですね。で、パンデミック以降に限ってみても、実はこの2700億円のうちの500億円以上がもう調達されているということで、この勢いはなかなか衰えないと、このパンデミックでもですね、いうデータがありますと。で、えー、まずこの資金調達という意味で、あの、まず山野さん、二木さん、お二人にちょっとお聞きしたいなと思います。 じゃ、まず、山野さんから、いきたいんですけども。はい。あの、この前、あの、山野さんらしいなと思ったんですけど、クリスマスイブに。シリーズ E ラウンド。はい。なんと、三十億円を調達したと発表。されました、はい。ありがとうございます。もう、旬な男です。どうも。<laughs> 山野さん。もう、最高のクリスマスプレゼントをゲットって感じですかね。そうですね。クリスマス。に狙いました、はい。愛はいっぱいあったんですか。愛がなかったんで、お金で解決しました。なるほど。三十億という、はい。 これであの累計、これオンラインでいっぱい流れてるんですよ、ね、いっぱい流れてますよ。はい、いや、どんどん言ってください <laughs> で。これで合計で55億円調達したということで、はいえー、もうなんかこの分野でもいよいよグローバルスタンダードスタートアップが生まれたのかなと僕は個人的に思ったんですね。はい、でさらに、この前、著書も出されたということで。お アマゾンのベストセラーになったっていう噂も聞いたんですけど僕も読みましたありがとうございます風の噂ですね風の噂ですはいもう素晴らしいおめでとうございますありがとうございますで皆さん買ってください弱者の戦術ってやつなんでぜひ弱者の戦術ですから30分ぐらい読めますよね頑張りますね森先生お送りしましたんでお願いしますはいでその一方で ちょっとあの、僕もいろいろ調べて勉強したんですけど、ホームワークやったんですけど、漢方を見たんですね。<laughs> 漢方では、アソビュー株ア、アソビュー社の去年6月末の決算は4億6000万円の赤字計上と。常用金はマイナス17億円、17億8000万円と、こう、こう結構上がってきちゃってる感じに見えるんですけども、<laughs> まあでもや山野さんと僕、個人的にも親しんでいろんなお話伺ってるんですけども、ソーシャルメディアとかでも、あそびはもう、すごい大きな V 字復活、回復を遂げたというふうにあの見ることが多くて、た、まあ、多分そうなんだろうなと思いながら考えてたんですけども、ぶっちゃけ、もう赤字から脱却したんですかいやいや、全然もう、売り上げが上がったらすぐ突っ込むんで。 あの、赤字ですよ。ずっと。なるほど。これからもずっと赤字です。なるほど。じゃあ、はい、55億円は、まあ、ずっと、これもう、もう全,部全部使い切ります。使う,使うと。はい。素晴らしい。はい。で、じゃあ、逆に言うと、もうこれから、もうまだまだアクセルバンバン踏み続けると。ますあの、要は、こう、安、安全な超刑実経営はしせずに、もう、もう、投資投資で走るぞと。コロナであろうと。 まだオミクロンの次が来ようとも、どん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 投資すると、そういう考え方ですか。まあ、それに関しては結構、さっきちょっと裏で話してたんですけど、はい、そんなことはなくてですね、割とそこは現実的に、あの、やっぱり、まあ、我々そういう意味では B2C、まず B2C 向けサービスを B2B 向けサービスやってますと。V 字回復って話は、 B2B サービスのほは出てくると思うんですけど、リザベーションテックサースが非常にこう底堅く伸びましたって話なんですね、うんうん。サーズの話ね。そうなんですでこ,、はい、こっちはま,あまだいいって言い方あれですけど、まあ、DX を加速していかなきゃいけないっていう市場のニーズが非常に増えてきたので、まあ、ここに対して言って、まあ、投資をするとか人件費かけられないんで経営効率化しなきゃいけないっていうニーズがあって、まあ、サーズの収入が増えてきましたと。なんですけど、結局こうマーケット全体がずっと まあ、需要がないと、売り上げ、まあ、我々にお金を払っていただく源泉がないんで、まあ、これはこれで結構問題なわけですよ。一方で C 側、消費者サイドのプラットフォームで言うと、完全にもう、報道と一致して、まあ、ボラがすごいんですよね。オミクロンが。ボラテリティがね。ボラテリティがすごいんですよ。うん、オミクロンが出てきた瞬間に一気にキャンセルが増えるんで、これはですね、こ,この環境で何にも気にせずに全振り投資ですっていうほど、さすがにバカではないので、<laughs> ここは結構慎重ですっていうのはなるほど。わかりました。はい、じゃあ、一つだけ、もう一つ聞かせてください。今度、お金ね、30億調達して、ズバリこれからどんなサービスを作ろうとされてるのか、一つに絞って教えてもらえますか。はい。あの、新しいサービスを作るつもりはなくてですね、先ほどの,あの、まあ、B 向けの SARS ですね、まあ、リザベーションテック SARS が非常に伸びていて、まあ、ここの,あの機能、プロダクトの強化っていうところにやっていくと、投資をしていきたいと思っています。なるほど。わかりました。はい。 じゃあ、二木さん。はい。二木さんの、のえー、っと、ベルトラ社は、1年前に15億円の第三者割り当て増資をされたと。はい、で、まあ、これも、僕、アウトバンドというね、極めて厳しい、この市場環境下で、ありがとうございます。15億円の調達って、僕、素晴らしいなと、心から思ってまして、もうおめでとうございます。ありがとうございます。はい。で、あの、 僕も、またこっちも、あの、ちょっと、あの、宿題をやらせていただいたんですけども、IR 情報を見させていただいたんですけどね。現預金が9月末時点で12億円。で、去年に比べてこれで積み増すことができたと、この資金調達によってということだと思うんですけども、その一方で、去年は1月から9月までかなの9ヶ月間で8億円強の営業損失になっちゃってると。 いうことだとだ思うんでですね、はい、でこのアウトバウンドは本当に先が読みにくいじゃないですか、うん、今。そうですねいう中で、今年もね、このままクロスボーダーがほとんどない状態で走っちゃうと、さすがにまたお金が足りなくなるようなことも考えなきゃいけないのかなというふうに見えるんですけど、まあ、ぶっちゃけ、この辺ってどういうふうにお考えになれてるのかなっていうこと <laughs> 厳しいです、ね。<laughs> 厳しいですねな <laughs> なんかお金の <laughs> じゃってやだ <laughs> みんな、ここにいる人たちもみんなサバイブ考えてるから、はい。からそうですね。あの、本当皆さんね、あの、大変な時期ですし、まあ我々もあの、もう過分に漏れず、あの、おかげさまで、まあ当社がやってることもう、あの、海外のアウトバウンドと、もうインバウンドという、この日本柱で、うん、ですよね。両方ともまあ旅行者がいないと。ね、まあこういう状況の中なんですけれど、まあ今、あの、実は、あの、すでにですね、新株発行の部分で、あの、次のもう調達の方を今、 進めてておりまして、はいまあ、やはりあのこのオミクロンの発生、実は前にもうじあの実は講師の方っというか、もう募集の方はかけてまして、なるほどじゃあ、パブリックマーケットから調達するといそうですね、当面は、ですねやはり、ま、こういう変動が、ま、非常に不安定な状況というのが続くと、まあ、ただ、我々その考えていること自体は、あの基本的にその、まあ、やはりまあ我々アウトバウンドというのは非常に、まあ、あの我々にとってもやっぱり主力であり、まあ、インバウンドというのも成長性は非常にやっぱり我々としては。 あの見ていると、まあ、そういった中では、まずはきっちりこういったところをストックするためにも、やっぱ足元をしっかり地固めするために、資金調達っていうのはまあやって、まあ、まずは手元資金っていうところの流動性っていうのはちゃんと高めておくと、これはもう、堅実的にやってるつもりですなるほど。はい、ちなみに短期的に新たなキャッシュフローを稼ぐための施策とかっていうのもやってらっしゃるんですか 短期的にはですね、あの、まあ、これちょっと山野さんのところとで,ですね、あの、ちょっと被るんですけれど、ま、次回、実は山野さんとこの、まあ、グループ会社とのビジネスパートナーなので、なるほど。ま、結果的に被るか被らないかというところがあるんですけど、我々あの、会員200万人、会員向けにっていうところで、まあ、以前からあの、少しずつですけれど、まあ、国内の市場っていうところを、あの、非日常感の高い、まあ、体験、こういったところを、ま、仕入れてたんですけれど、どま、ここで一気にですね、今、海外メンバーも含めて、今、国内の方に、ま、全力投入して、 こういったところの国内の非日常体験というところですね。まあ、こういった市場というところをしっかりと固めきていきながら、まあ、会員向けのですね、あのインセンティブ、ベネフィットというところをましっかり作っていこうというのが今のステージですね。なるほど。ののやめてもらっていいですかえやめてもらっていいですか <laughs> <laughs> 申し訳ない。かぶ、ね、るようで意外とかぶらないですよ、うん。大丈夫ですよ。かぶ <laughs> ってますよ。<laughs> じゃあ、じゃあ資金少し上げたらとは、いやいやいや、こちらに貢献しますよ、だから、僕らは、<laughs> 一部<は>い,やいやいや、面白い、えっと、じゃあ、あの梅沢さん、あれ今のは、なんだったんだろうな盛り上が、盛り上がってるから、がかな,なるほど、えっと、梅沢さんは、あの、えー、非常にいろんなことやってらっしゃるんで、あのちょっと僕からそ少し説明させてもらって、はい、間違ってたら教えてくださいはい。はい えっと、カーニーで長年、コンサルティングをずっとやられていらっしゃって、はい、で政府の日本の政府の観光戦略実行推進会議、長いな、これね、とか、あと、えー、観光庁の委員会を通じて、富裕層の観光とか、文化観光についての提言とかもされてらっしゃると。そうですねあの、はい、政府の提言はもう、山野さんとご一緒する機会もとても多いです。 これは面白いんですけどナイトタイムエコノミー推進協議会という社団法人の理事もされてらっしゃって、はいはい、観光地における深夜、早朝の実感体を活用した新たな旅中への取り組み推進もサポートされてらっしゃると、はい、いうことですよね。はい、でこの前フェイスブックで見させていただいたんですけど関連事業の視察と自分のプライベートの旅も含めて去年は1年間で延べ45の 都市、地域を回ったということで、はい、ご自身も旅好きだとそうです、ね、いうことだと思うんですけども、はい、あのその梅沢さんの目から見てねズバリこの日本のこの旅中ビジネス、はい、最も行けてる点と、うん、最も行けてない点を教えてももらいたいたんですけども、はい、あのその45って言ったののスポット部分は観光庁とそれから文化庁今日、文化庁の丸岡さんも来られてますけど。うん と一緒にというかその観光庁事業文化庁事業としてやらせていただいたコンテンツ開発の支援です。で,、えっと、てる点で言うと品揃えの多様性ですあ<ー>例えばあの文化観光で言えば花火とか祭りとか美術館のユニーク活用とか伝統工芸とかも実にいろんなものがあるし自然で言うと例えば大峰山とか出羽三山の修験道みたいなものから、まあ、熊野古道のトレールとか。 若さの沢登りとかあるいは南アルプスの E マウンテンバイクのトレールとか、うん、もう本当にね山のようにこの狭い日本の中にいろんなものがあるこれが多分いけてる点、はい、で、えっとまあ、例えばその今年、まあ、アドベンチャーツーリズム元年去年かって言われましたけど、えっと、アドベンチャーツーリズムの大、まあ、国であるアメリカだったりカナダだったり、まあ、確かに雄大な自然はあるんだけど ベラうに広いところに、まあ割と同じような景色がずっと続いてるわけですよ6時間走っても景色変わらないみたいなところアメリカには結構ある日本だと2時間走ったらもう、まあ、圧倒的に違う風景があるからる、まあ、あのアドベンチャーツーリズムタイプは違うんだけど,ど、まあ、日本は日本なりのやっぱり戦い方も十分にあるなとコンテンツ的に言うとね。というのが、まあ、あの過去、えー、3年間その観光庁文化庁と伴走していろんなところを見てきたやっぱり僕の結論です。はい、で行けてないところは その1販売プロモーションが古すぎるだからここのお二方のところとがっつり組んでやってるようなところは別ですよ、うん、だけどそう,そうじゃないものがまだまだ世の中あったとるなるほどじゃあ彼らの営業力がまだ足りないってことですかねそうすると、まあ、まだまだだから営業開拓の余地はあるってことだとは思いますなるほどいいだからあの、はい、コンテンツ自体はいいけどそこにたどり着くまでの動線とかちゃんと考えてますかとか あるいはあのアクティビティした後の食事のことまで考えてますかとかそういうところが弱いそれから3つ目があの、まあ、コンテンツ磨き上げ切れてないからというのもあるんだけど価格設定が弱きすぎるなるなほどで最後に、えー、とこれはもう国の観光立国の大きな課題ですけど、えー、と仮にいい旅中体験があったとしてもそこに泊まる、えー、良質な宿泊施設がないと結局、顧客単価上がらない。 なので宿泊施設と僕はやっぱりコンテンツある程度セットで考えなきゃいけないと思っていてそこが全然あの組み合わせになってないですうん分かりました、はい、いやなかなか興味深いですねそれね、えー、とじゃあ、えー、とここで3人にお伺いしたいんですけども、えーとまあ、この WIT カンファレンスはあのテクノロジーを活用した旅行の未来を議論,議論しようっていうのが大きなテーマなんですけども、まあ、今後3年ぐらいのスパンで見たときにね この旅中領域で最も注目すべきテクノロジーは何だというふうに考えていらっしゃいますかじゃあ、2人さんからいきましょうはいえー、っと そうですねテクノロジー、あのまあ、やはりあのちょっと月並みな言い方になりますけれど、まあ、AI、ビッグデータというのは非常にやっぱり重要だと思っています、うん、その理由なんですけれど、うん、あのこの体験事業って、非常にメタ化が難しい事業でもあるんですね、まあ、あのホテルとか航空券とか、まあ、そういったところもそうなんですけど、まあ、かなりの,あのメタ化が進んでいてあの、十分お客さんに対しての、ね、比較対象も含めて、お客さんがその、データの可視そうですね、可視化が非常にできると。はい これがやっぱりこの体験って非常に可視化しにくい部分、はい、まあこういったところをまあ人的に非常にこうやっぱりこうクリエイティブなことをやるというのはかなりやっぱ限界があると、まあこういったところをやはりあのソフィックデータとかまあ AI を使ってよりお客さんとのそのパーソナライズとこう,こう接近させる、まあそういったところが非常に重要かなと。思います、ね、ほど、わかりました。山田さんどうですか。あの二人さんとコンセプトは一緒なんですけど、具体的なアウトプアウトプットでいうと多分ダイナミックプライシング。 まあビッグデータ AI を活用してダイナミックプライシングでどこまでこう価格流動性を持たせられるのかみたいなところをマーケットにどう還元できるかというところが一つとあとは先ほどの梅澤さんの話もあったんですけどやっぱ UX が悪いというのはその通りなんですよねこれいらっしゃいませからさようならまでが悪いまあ本当はその前後をも,もっとやらなきゃいけないんですけどそもそもいらっしゃいませからさようならまでよくないんでまあここをまあ生体認証系の技術を活用して UX の改善みたいなところをまあうちも注目してますしまあ今そこを結構やろうと思ってて。 そのあたりいかないいす、なるほど、わかりました。はい、梅田さんいかがですか。あ、あのテックのことはお二人に今日お任せしようと思ってきたんで、あのテッ,テックもさることながらやっぱりその UX 自体ちゃんと改善しましょうっていうのを、まあまずはあの事業者ちゃんとやってよっていうのが、うん、まああの僕らがその二つの超のプロプロジェクトでもうゴリゴリをしているところです、うん。なるほど、わかりました。ではちょっとあと二人にあの少しもう少しきたいんですけども、あの 食べなかのこの予約って実際オンラインで予約されてるものっていうのはだいたい裸眼で僕データ探したんですがなかなか見つからないんですけども日本で何割ぐらいが今オンライン予約になってると思われますか？国内です国内国内ですね。も物によりますよね。物によりますね。どこまでを体験というかまああれですよねローカルトゥアー、ズアクティビティ、アトラクションまで、あ、この辺までだと思うんですけどね。はいはい、アトラクションは 本当に、まあ、うちがそこをけ引してるんですけど、まあ、本当に施設の方針とマンボウ緊急事態宣言によって異なるっていうのがかなりボラがある状況で、うんうん、場合によっては100%なんですけど,ど多分通常に戻ると20%から30%ぐらいなんじゃないかなっていうアクティビティの中でもアウトドアについては <laughs>、うん、多分60%ぐらいはオンライン化してると思いますね。なるほどなるほど,ど,どうですか そうですね私の観点でもそういうふうには見えますね、はい、あのただ、どうなんでしょうね、日本って、われわれみたいな、この本当にアクティビティとか、まあ、体験だけじゃなくてやっぱあの、やっぱり食ってすごく重要なんですね、はいはい、だからやっぱり食に対しての体験っていうところに関してのセグメントは、うん、全くほとんど手つかずの状態なのかなと、うん、今、それはもう、非常に感じますよねなるほどね。 はい。そこが実は一番単価も取れますそうなんですよね。なるほど、なるほど。一番実は日本が代表する多分、うん、あの一番やっぱり心揺さぶレたい。なるほど。まあ我々にとっても非常に重要なコンテンツだという。なるほど。食をどうやって取り込むかというところですね。すねはい、なるほどね。食まで行くんですか。やりますよ。マジっすか。やります、やります。<noise> <noise> <noise> やばい。<笑><笑> <noise> <laughs> あのちょっと言っちゃいましたけどね。まあ実は今。<laughs> 今日あの少しずつ取り組みは始めてまして、<え>はい、やはりまあはい、僕、見たと思いました、なんか商品見た、はい、ありがとうございます、はいうん、日本、やっぱりね、食べ物なしで、確かにやっぱりその思い出語るって、なかなか難しいので逆に思うぐらい、やっぱり食と旅ってすごい重要なんで、うん、まあここはしっかりとやっぱ僕らもあの作っていきたいなと。ローーグーあの、グルナビー バッティングすするじゃないですかその3つに多分旅行ってよかったというものが出てきたことは私は見たことがないですね逆に。むしろやはりそのあの地元の人に愛されるような、まあ、やっぱりレストランとかあのお店っていうのは。 ななかなかやっぱり市場にはそう簡単には出てこないし、まあ、ましてや予約の機会って本当にでき,できないですよね。ででできなないすすねね、はい、の愛されるようだけど僕も富裕層観光の、まあ、観光庁の委員会に座長やってますけど富裕層観光の観点からしても日本で一番押せるコンテンツはやっぱり食ですからこれ日本中どこ行ってもストレナイのクオリティのものがあるし、うん、大都市だけじゃなくて地方にも、ねうん、どんどん星取れるようなレーのが増えてきてるんでしかも地域の色がありますからね。そう,そうなんですはい なるほど。いや面白いですね、それね。じゃあちょっとあのもう一つあの冒頭にちょっと資金調達の話もしましたけども、またあのいやあんまり突っ込まないから大丈夫ですよ。突っ込んでください。え突っ込みますか、<laughs> もっと。<laughs> いやあのちょっと面白いこれもこれもアライバルからも聞いたんですけども、今まではこの資金調達の世界を見るとね、この分野で O T A がこう要は B to C ビジネスをメインにしている O T A が資金調達の主役だったと。 いうことで、まあ、クルック、クルクあのゲッチョガイド、この2社はもう飛び抜けて、この2社でそれぞれ700億円以上の資金調達してるんですよね、桁違いの,やっぱりの調達してるんですけども、実はここ来て、ピーク、ピーク80ミリオン、イーソルが25ミリオン、あのレッツディー7ミリオンということで、あのね、あの山田さんのところと同じぐらいの規模のところも含めて、あのレザーベーションテック、さっき出たね、のスタートアップ、 にお金がつくようになってきたというのが今世界の流れみたいで B2C から今 B2B のこの SARS モデルを出掛けるスタートアップがまたちょっと注目するこの分野でもされ始めてるんじゃないかなっていうふうに見えるんですねでまあ僕もあのシンガポールで B2B の,のレザベーションテックをやり始めてる b マイテ e クっていう BmyGuest っていう会社の社外役員もやってるんで結構その動きよく見るんですけどもあのやっぱり この b t o c とね、この b t o b 両方やるって結構僕大変かなって思うんですけど、山野さんちょっとこれ聞きたいなと思ったんだけど、例えば、これあの、え、ね、ゲッチオガイドとかああいうところ、クルークもそうですけど、まあんあだけの資金持ってて、で、b t o c でもう広告費ガンガン使ってこう攻めるわけじゃないですか、彼らって。で、さらにね、クルークはなんか b t o b もこれやり始めるって話も聞いてるんですけども、実際、 その彼らと戦う、それも B2C と B2B の両方で戦うっていうのは、まあ、日本市場だけが取ってみても結構きついんじゃないかなと思う瞬間ってないいんですかはい、あのこ,れこのセグメントを細かく話しちゃうと戦略が分かっちゃうんで、ちょっとあの柔らかく言うと、うん、確かにその総論的と戦ってるんですけど、格論でいうと戦ってなくて、なるほど実はまあその、セグメントされた領域でわれわれは圧倒的視野を取りにいってるんで。 まあ,あの、そこはバッティングしてなくて、逆に言うとそこの圧倒的シェアを取ってしまったら、一緒にできるっていう状態になるんですよね。うん、なので、まあ、あの、まあ、ぶっちゃけこうグローバル OTA や、まあ、いわゆるシリコンバレーの資金調達力には勝てないですから、まあ、日本の、まあ、あの、トラベルスタートアップとしては、まあ、セグメントをしっかりと行った上で、そこは絶対に勝ち切るっていうところを先に、もう画城を作り切るっていうところが重要だと思ってて、 それを我々は狙ってやっているつもりです。なるほど。はい。まあ要は日本市場では負けないというのを作ると、ネによく。まあ、あの総論的とそうですね。うん、はい。そういうことですね。はい。まず、それでも B2C、B2B、両方やると決めたわけですね、今回ね。だから。そうですねあの。両方やってることに結構、実は競争優位性があるんですよ。なるほど。なるほどはい。わかりました。あと、じゃあ、あの、二木さんに聞きたいんですけども、このレ,、はい、レザベーションテックっていうこの領域では、実は、本社は、あの、アウトバウンドの会社かと思ってたら、実はインバウンド。 のの領域でこの旅行者向けの交通手段とか、はい、あの観光施設の一括要約プラットフォーム、はいえー、リンクティビティというのも、はい、これは子会社にして運営されていらっしゃる、ね、ということなんですけどもこのごく簡単にこの,この事業をこう始められたかの背景を知りたいなと思いまして、ね、なぜかというと、はいはい、アウトバウンドが本業の御社で、はいはい、これまでとは全く違う、はい。 インンバウンドじゃないですかそうするとあのお客さんも重ならないしうん、うん、あとサプライヤーも重ならないわけですよね、はい、これやっぱりこのアウトバンド依存のこの一本足だ法からこう逆に脱却されようとして、うん、こうポートフォリオを作るためにこれをやったのかどういう背景だったんですか、ね、まずわれわれの,その、まあ、事業コンセプトの中でいうとやはりその非日常体験というところに対してのやっぱりわれわれはやっぱりバリューが非常に強いと思ってましてでそういった中で、あのー まあ、外国人から見て、そのインバウンドっていうところを、まあ、やったときに、やはりその非日常感。まあ、こういったところでは、我々のその今までっ培ってきたノウハウっていうところは、まあ、いろいろやはり、あの、今後、ええ、まあ、いろんな形でバリューが出せるんじゃないかというふうに思ってました。そういった中で、一番最初にインバウンドの調査をして、で、市場を会見したときに、一番最初に気づいたことは、足だったんですね。うん、つまり、移動手段が、 そもそも旅行者に、例えば地方創生一つにしてもそうですけれど、インバウンドが地方創生一つの柱だと。まあそういったところにしても、そこにどうやって旅行者を届けるのかっていうところが、そもそもそういった手段が全く講じられてないと。そういったところで、じゃあ我々っていうのは、 あの、海外でも非常にやはり、あの、旅行者が、あの、まあ、便利に使うそういった構造手段とか、そういったところをいろいろノウハウも持っている中で、日本国内では、まず我々がやらなきゃいけないことは、お客さんをまず、ある目的地に行かせること。それにまずは、あの、フォーカスして、そこの市場をちゃんと、まあ、電子化、つまり DX を推進することによって、さらにその先の体験にまあそういった市場を作るための、まず僕らは、一番最初のスタートラインに立っているというふうに考えています。なるほど。はい。 分かりましたちなみにこのリンクティビティは立ち上がっても3年ぐらい経ったと思うんですけども、はいはい、今までその最大の,この実績ってどんなものなのか、逆に最大の課題ってどんなものなのか、ちょっとシェアしてもらいたいんですけどあ最大の課題から先に申し上げると、これ、インバウンドにフォーカスしているというところが、そ,そこの,その需要部分はちょっと横に置いといて <laughs>、はい、そうですね、需要はそうですけど、まあ、課題というか、今の,あの先ほどの調達の話に少しかぶってくるんですけど、 あの、まあ、私にとってですね、そのグローバルのそういったあの OTA の企業さんっていうのは、まあ、やっぱり資金調達で何を実現するかってやっぱり時間を買うことだと僕は思ってるんですね。うん、で、けど、まあ、私も山野さんも、あの、この国内っていうところで、まあ、実際いろいろ、あの、地に足つけてやってみると、わかることはお金の問題じゃないことっていくらでもあるんですよね。で、我々っていうのはやっぱり金じゃない、お金で解決できない、そういったところの、まあ、まさに本当に本人で、 弱者の戦略って、もういいか、いい言葉で書いてるんですけど、本当にそういった戦略っていうところにおいては、やはり時間っていうのをかけなければいけないタイミングってあるんですね。これはやっぱりしっかり僕ら作っていくっていうところが、まあ、すごくあ、ごめんなさい、時間ですよね。はい。あの、重要だと。はい、はい。まあ、考えてます。なるほど。わ、はい、かりました。で、それが、まあ、お金はあ、お金じゃないところで、我々戦えるんですよっていうとことですね。わかりました。はい。じゃあ、ちょっと、梅沢さんにお伺いしたいんですけども、この旅中分野で、はい、 この富裕層富裕層をターゲットにしたこのビジネスって、今、いろいろ話が出てるんですけども、も、はい、個人的にこうやってみたら面白いよなとかっていうのがあったら教えてもらいたいんですけどもそれはテ,テック使ってってことですかテックじゃなくてもいいですよ、もう。まあ,まあ、あの現時点でいうと、富裕層向けビジネスって、ほぼあのパーソナルサービスなので、まあ、あまりそのテックとかそのオンラインプラットフォームの出番がないっていうのが、まあ、実態ですと。うん そこって逆にどう,どう考えてますかって気になりますおっしゃる通りだと思います富裕層は全然プラットフォーム関係なないと思う、うん、なるほど、まあ、しばらくはそういう感じでいくんだろうなっていうのが僕らの見立てではあります、うんまあ、それからさらに言っちゃえばその VR だ AR だみたいな、うんうん、観光 DX って言ってなぜか VR に飛んじゃってる プロジェクトが世の中多かったんですけどナンセンスだと思ってて、まあ、プロモーションとしてはいいですよ、うん、だけどその VR がその商品になる観光商品になるってのはありえないなとも思っているのでだからその、まあ、すごく広く言うとトラベルテックで、まあ、いろんなテクノロジーを使ってなんか新しい商品作りましょうみたいな話すごく安易に語られてるけど、うん、ちょっと安易すぎねえかなって思うことは多いです。うんうん、なるほど分かりました いやもうあっという間に時間が過ぎちゃって、あのー、皆さんに実は、ねあのー、用意してたものがあるんでちょっとそれも今からあの皆さんあの、ね、オーディエンスのお見せしたいなと思いや何かっていうと今はもう旅中のスペシャリストなんで、ね、旅中ご自身がこれまでに旅中体験いろいろしてると思うんですけどその中でこれはもう一押しだと死ぬ前に絶対これ体験すべきという。 一押し体験何ですかっていうのをちょっと質問させてもらってそれを実はあの、えー、イメージとかビデオで用意させていただいてるんでそれをお店皆さんとシェアさせてもらいたいなと思います。ジェリー、uh, can you, uh, show the, uh、can you show the slide and video?、Okay. じゃあこれまず一番最初なんですけどもこれ山野さんのかなあ僕です、はい。ちょっとちょこっとだけ説明してください。 これはあの、朝霧高原っていう富士山の裾野から裾野まで見れる、あの、カメラの、あの、カメラの、カメラ好きの方にはすごい有名な、あの、場所があるんですけど、そこでパラグライダースクールがあって、ンデム飛行ができるんですけど、あの、上空700メートルまで一気に上昇気流で上がれるんですね。そうすると目の前に富士山が見えて、かつ裾野から裾野まで見れるってめちゃめちゃ絶景なんですよ。パラグライダーってすごいのは、 まあ、飛行機もなんだかんだ感覚としては地面についてるじゃないですか体がなんですけど浮く完全に浮いてるんですよね100%あの大気に浮いてるって状態であ,あんまり皆さん経験したこと多くはないと思うので、うん、この、まあ、2つの、まあ、軽感と体感っていうのがものすごく僕は感動してこれを持ってきました当社で予約できますんで。<laughs> ベ <laughs> ルトラさんでもできるんです。はい。<laughs> もしかしたらベルトラさんでもできるかもしれない。<laughs> じゃあ次行きましょう。<laughs> next、next、please、<laughs> これはふ木、はい、さんかな。あの、すみません動画まで作ってありがとうございます。<laughs> はい。これですね。あのハワイ島のですね。えっ、ー、と広からあのずっとぐるっとスピードモードで。 え回って、えー、海岸線に落ちるこの溶岩をですね見るツアーなんですけれど、まあ、これはもう本当に多分一生に1回あの行けるか行けないかなかなかタイミングっていうのも重要であすよね,ねあの本当に出てる時でしか参加できないというのもありますから<ー>時間、タイミングそういうのもすべてあるんですけどこれなんで一緒に1回かというと1回行くともうねでも行きたくなくなるぐらい疲れるんですよ。 もうこのスピードボートで5時間ぐらいもうバーにしがみつきながら荒波の中をもう高速でものすごい走ってここまで近づくんですね。<ー>で、さらにもう目の前にこの10メーター近くのとこにこの溶岩が流れてるんで、もう暑いんですよ、本当に。<ー>で、水温100度なんですよ、これ。沸騰してるんですね。 まあこういったなんかもう本当に生きるか死ぬかないですけどそこがギリギリのところでそれ体験するってただやっぱり本当に地球は生きてるっていうか、まあ、こういった大地のいびくっていうのも,ものすごい感じられるってことは本当に貴重な体験させてもらったなと思いますねありがとうございますじゃあ最後の梅澤さんのい押し体験、はい、いこのハワイの後だと可愛いもんですけどこれ泥橋ってとこですけどあの熊野古道からまあまあ3四4 0分 でえー、と和歌山と三重と奈良の県境、3つの県境の渓谷です、でまあ、僕、行ったときは、まあ、川船、ちっちゃい船でこんな感じであの探検をしたんですけど、まあ、結果的に、まあ、ここも見に行った結果、そのさっきお話しした観光庁でやってるその熊野古道はもうコンテンツとしてあります、でもその、えー、とそ熊野古道に隣接したところで、まあ、さまざまなアクティビティを加えることで、1泊あるいは2泊、余計に泊まってくれるようになると。 そういうツアー作ろうっていうことで、まあ、ご支援をして結果的にはここの場所でサップをやるってことになりました、まあ、みたいな場所です。あの日本国内、これ、田辺、白浜田辺の空港から1時間ぐらいで行けるところにもこんな本当に秘境があるっていうのは結構僕もびっくりしたので今日お持ちをしました。なるほど。分かりました。ありがとうございました。じゃあ、えー、とこれであのこのセッション終わりにします。Thank、uh, let me hand Now, you me over. to uh, Su Fun online.